こんにちは。山形オートリサイクルセンター社長の伊藤と申します。弊社では毎朝この職場の共用を使って朝礼を行っています。5月7日土曜日、テーマはファーストオピニオンです。より良い決断を下すために他の方の意見を聞くことをセカンドオピニオンと言います。日本語に置き換えると第二の意見という言葉になります。特に医療の分野では別の医師の診断を求めることに時に使われる言葉となっております。 K さんは自分の仕事を進める上で自分の意見をこのまま推し進めていいものだろうかと悩むことがありました。そのことを上司に相談したところ、君の普段の判断力は優れている、このまま自分の意見を進めても間違いないだろうと太鼓判を押してくれ、さらに何かあったらフォローしてくれるから自分の進むようにやってみなさいと意見をいただきました。その言葉に励まされた K さん、無事仕事を成し遂げたという内容です。私自身日頃から判断決断を求められることが多々あります。その際さまざまな方に意見を求めることがありますが、やはり最終的に決定するのは自分自身であり、第一の意見、ファーストオピニオンをこれからも大事にしていきたいと思っております。